はい、ゴッドさん、ゴッドコークお待たせしました。あー、マスターありがとう。もう大好きなゴッドコーク。もう100杯目だよ、これね。よく冷えてるわ。ジョニー、マナも来たの？ゴッド局長は中？どっか遠くに行くの？絶対カメラがいるよね。おお、ジョニー、詐欺ってんな。あ、待てた。相変わらず気立ってんな。褒められた。褒めてる。おお、マナー。おお、二人とも早速言われるんだけどさ、うん、黒猫のルカちゃんって猫がいて、今から猫ちゃん探すんだけど、今ユキノにポスター作ってもらってるんだけど、千葉県の大多喜町にいるみたいだから、今から一緒に探しに行くぞ。マーズベイビーのお告げがあったんですか？まだあったにはあったがね、ちょっとまだ今アンテナのなんか電波の感度が弱いんだよね。マズベビーのアンテナ壊れたんじゃねえか？だからデジタルはダメなんだよな。お前もたまにアナログにしとけ。ところでマサキ、ガクはどうした？前の依頼の猫探しに一人で千葉の白子町まで行ったみたいなんですよ。うん、ああ、そうか、はい、白子町な。まだ見つかんないんですよね。ガクは一人行動好きだからな。チームワーク。バラバラ。確かガクの探してたあの猫はマーズウェイに反応しなかったんだよな。依頼人も捜査をね、打ち切ってくれって言ってたしな。ガクさんは何としても探すと言って千葉県の白子町に情報があったみたいで一人で行きましたよ。ガクとは向こうで合流すればいいかな。ルカは大竹町のどこにいるかわかる？波動が弱くてはっきりしないの。でもお水がずっと出てくるよ。お水がずっと出てくるんだ。ありがとうね。よーし、大竹町で水が出てくるところを徹底的に探すか。例えば？おいしい水？水といったら酒だろ。大竹町に確か有名な酒蔵ありますよ。そうなの？おお、それは白鶴だろ。じゃあ最初にその酒蔵に行きましょうか。おお、そうしよう。絶対白鶴じゃありません。レッツゴー白鶴。から違うって。あの林の向こうが大滝町じゃねえか。酒蔵は観光地になっている商店街の端の方にあるみたいですよ。行ってみましょう。でも絶対いると思う。だってルカお酒の匂いが好きやから。よーし、全員で手分けしてこの辺りを一斉に探すか。イエスサー。ジョニーとマナは商店街にポスターを貼ってきてくれ。俺とゴッド局長としずくさんはこの酒蔵を探せよ。ルカはこの匂いが好きだったんですよ。います、絶対ここにおると思う。俺としずくさんは蔵の中を探すから、マタキは事務所に寄って挨拶してからおめえの方を探してくれ。イエスさ、よろしく頼むぞ。お願いしますね。頼むぞ。じゃあ私たちも行きます、うん、行こうか。よし。え、今逃げた猫を探してるんですけれども、ポスター貼らせてもらっていいですかね。さあ、じゃあこっちの柱でいいですね。管轄が違うのでね。
すいません。ごめん。このポスターの黒猫のルカちゃん見なかったですか？最近野良猫見ないですね。黒猫だったかな。なるほど。この辺りに水がいっぱい出るとこないですか？大滝城の方に大きな井戸がありますけれども。どうもです。じゃあゴッドさん、そこ行ってみましょうよ。イエスサー。ルカちゃん、早く見つかるといいね。ありがとうございます。写真いかがですか？いやいや、結果です。だよね。おお、今さ、ゴッド局長から電話入ってさ、なんでも大滝城に行くから酒蔵にすぐ帰ってくる。ありがとうございます。じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございます。どうも。ルカちゃん、待っとってな。もうすぐ行くからな。ほんまやな。ところでさ、マダキとマダたちはさ、あのルカのポスターどんぐらい今貼られてんの？あっちこっちに貼らせてもらいました。お、そうかそうか。まあとにかくポスター見た人がさ、早く連絡あったらいいよな。はい、大丈夫ですよ、うん、ルカは絶対大滝城にいるから。みんな言うことを祈ろう。初めて見た日は小さかったね。あんなに無邪気にはしゃいでたあの頃がよみがえる。頭